縁しました。復縁しました。僕が別れたくないって正直涙も流した。涙も流して別れたくない、許してほしい、約2時間訴え続けました。もう二度と浮気しません。リスナーさんのことは大好きだよ、これは本当なんだけど、リスナーさんのことも大好きだけど、恋愛は今マユがいるから、そういう LINE とかはしないでほしい。うざい？みのりん、じゃあ恋愛したらダメなの？昨日キラコメしてて彼女ができたら、浮気はしません、二度と。まあ、業務連絡はいいですけど、喧嘩の種になるようなことはやめてほしい。そして俺的にこのイベントが終わる前に復縁できたのが良かったなと思う。イベント終わって復縁しましただとちょっと不信感に思うリスナーも増えると思うんで、昨日の今日でちゃんと復縁できてリスナーに報告できたのは良かったなって思います。なんで今イベント中ですけど、それを踏まえて応援してほしいです。彼女がいないから応援するんじゃなくて、マユと付き合ってる、それを踏まえてイベントも応援してください。お願いします。頑張ります。でイベントごと俺いつも狙ってなくて、本当に復縁したらちゃんと復縁したって言うんだ。でまたもう浮気しないんで、1年付き合って結婚します。マユと結婚します。2人を応援してください。あ、3個ありがとうね。本気で言ってます。1年付き合って結婚して幸せにします。いや無理じゃない、もう変わる。浮気も絶対にしない。まゆちゃんとお幸せに。あ、あれだ。で、まゆちゃんのリスナーにも01変わったねって言ってもらえるように頑張ります。別れるって言われないように俺からは言わないんだけど、もう絶対に幸せにする。
人を、眉の足を引っ張らないようにあれします。うちの旦那もっと大人だわ。あんたの旦那がちゃんとしてないから一日中マミはいるんだよ。かまってもらえないからまともじゃないだろう。うるせえんだよこのマミとかやつ。あー花火ありがとう。もう結婚するんで決めた。3回目の結婚相手マユに決めた。もう好きで好きで仕方ない。こんなに好きになったことない人を今すぐにでも会いたい。もう会いたくて会いたくて、もう好きで好きで、もう愛おしい。3個10個あります。もう今すぐにでも婚約届出したい。こんなに好きになったことない。昨日もずっと21時間歩いたんだけど、ずっと胸が痛かった。でもリスナーさんの愛となんとか乗り越えられて、今日仲直りできた時に本当に幸せな気持ちになれました。胸に引っかかってた魚の大きな骨みたいなのが綺麗に抜けました。生きててよかったなって。あ、10個あります。もう東京帰ったら婚約届出します。もう結婚します。もうプロポーズする。もう本名知らなくてもいい、別居でもいい。もう好きで好きで仕方ない。もう大好きで、配信でこんなこと言ったことない、こんなのろけたことない。本当に好き、大好き、マユが好き、本当に好き。来るの時にこんなに言ったことない。マユが好き、マユに残りの人生捧げる。何でもできる。この左腕も捧げれる。それぐらい好き、大好き。という男なんで、考えて応援してください。そんな僕を応援してくれるリスナーさんが応援してください。僕は本当に眉が好きなんで、いいですか？リスナーは騙してないよ。昨日はね、たくさんアイテム飛んだんですよ。なぜかね、昨日はたぬき枠やっても全然荒れないし、すごい応援されたんだけど、あとリスナーもすごい戻ってきたんだけど、もう好きだから許してもらうように2時間めめしくしました。でまた何かやらかしたら、あ、ケイちゃんあります。何かやらかしたら同じように俺はやらかさないけど、浮気以外で何か怒られたら俺はずっと好きっていう、別れたくないっていう、そういう男だから。10個ありがとう。俺はそういう男なんだよ。怒られたらもう泣いてでもプライドがないから、そういう男だから。あ、プラチナムさんありがとうございます。50個本当に
全部ブロックされたりとか、接近禁止とか出なければ俺はずっと眉を追っかける。既婚者でも好き。うん、もうそれぐらい好き。他に彼氏がいても好き。もうそれでいい。もう何でも好き。もう本当に大好き。人をこんなに好きになったことがない。すごい好きが溢れてくる。もうどうしようもない。もうということです。すいませんでした。ということで、昨日ですね、三島から今駿河区来たんで、今日も頑張って歩きます。そしてゴールには来てくれるって言われたんで、早く会いたいから頑張って歩きます。会いたくて仕方ない。もう寝ずに歩く、マキに会いたい。とにかく会いたいんだ。会いたくて仕方ない。もう走ろうかな。ちゃんとね、俺は正直に、リスナーに正直に言いたい。騙したくない。裏でつながってるか戻ってるか分かんないような曖昧なことしたくない。俺はもう大好き、そういう男だから。これからも一緒、もうまだ喧嘩するかもしれないけど、俺はずっと好き。分かった？みんなそういう風に見てほしい。条件は9月に見せてくれる約束してた保険証をもう見せないと。俺はもうずっと好きだからね。分かった？あとは、マキに聞いて、マユに聞いて、今の気持ち大事にする。浮気しない。寂しくてもそういうことしない。けいちゃん、ありがとうございます。この先喧嘩しても俺はずっと眉を追っかける。そういう男だから。分かった？お花畑でもいい。前が好きなんだ。194キロまで来たんで、あと残り194キロです。で、目的地は名古屋駅。あと1週間で歩く。真由に会いたい。そんな男を応援してほしい。一人の女、どこまでも好きな男を応援してほしい。応援してほしい。真由と結婚できるように応援してほしい。ありがとうね。真由と結婚する。もうリスナーには色恋も一切なし。
もう俺のことに、あ、俺に恋してて、あの別れるのを期待してる人はもうやめてほしい。そういうのも絶対に別れないから、何があっても。大事なことだから言うけど、別れさせようとしないでほしい。何回も騙してないじゃん。振られて別れたくないって許してもらったんだよ。なんで騙すんだよ。騙すメリットあるのかよ。荒れるだけじゃねえか、本当は。俺がなんでそんなことするメリットがあるんだよ。メリットは、これをなんかわざとやってるんだったらメリットは何もないでしょ。メリットなんて、アイテムだったらイベント終わって復元するんじゃない？違う？復元芸っていうか、俺はそういう男なんだ。一回好きになったら諦められないんだよ。一回好きになったらもうずっと好きなの、捨てられるまで。学習能力じゃなくて、もう捨てられないように浮気未遂もしないし、まゆが最後の女、けいちゃんありがとう。まゆのマンコが最後、他のマンコは食らうことはないっしょ。一生死ぬまでまゆのマンコだけ、何があっても一生死ぬまで。証明、うん、ジョコありがとう。で、全自動もやめさせて自分で頑張る。俺が頑張る。もうそれも決めた。俺が頑張る。正直今まで出会った中で一番好き。でもリスナーさんも大好きだよ。リスナーさんも感謝してるんだよ。結婚したら俺の全財産マユに管理してもらって、1ヶ月お小遣い3万でもいい。それでも好き。タバコ代となんかもらったらそれだけでいい。いや、それでもそれぐらい好き。前と付き合ってるだけで幸せ。本当だよ。あと何もいらない。あと配信があってリスナーさんと喋れたらもうそれでいい。それだけ幸せ。嘘つきカップルって何を嘘ついてるの？もう復縁しないでアイテムくださいなんて一言も言ってないよ。復縁しないからナイスくださいも言ってないし、俺は子供だからダメなんだよ。